高評価チャンネル登録をお願いいたします。霊に弱い彼氏体験談になります。私は23歳彼氏は24歳で一緒に住んでいます。私も彼も霊が見えるみたいな霊感はないのですが、 なんとなく、ここ何かいるみたいというのがわかるタイプです。お寺とか神社とかに行くと、何にもいないところか、何かいるところかわかる感じがします。初詣のような人でワイワイしている神社などでは何も感じなくて、たまたま通り過ぎた小さい神社なので、二人で、何かいる感じするね。 ご利益あるのかなと話したりします。なんとなくわかるというのは同じなのですが、私は、あ、あの木の方に誰かいる。こんにちは、神様かな精霊かな何もしないから脅かしたりしないでねとテンションが上がる人です。彼は真逆で、だめだ、気持ち悪い。 頭が痛い。これ以上住みたくないから、ここで待ってるね。と、テンションがガタ落ちする人です。彼と旅行に行ったとき、散歩中にたまたま大きな鳥居のある立派な神社を見つけました。割と街中にあり、大きめの道路に面していたので、明るい雰囲気のところでした。 きれいな神社だね。ああ、誰もいない系だね。<laughs> それって人間じゃないって意味で本当だね。と話していたのですが、その神社の隣に狐の彫刻みたいなのが小さく置いてあって、その狐を見た瞬間、うわ、こっちにいる、と思いました。 彼も、あ、こっち見てる、こっち見てる。と言って、早足で通り過ぎました。追ってくる感じは全くなく、神社の中だと参廃客が多くて面倒だからここにいますよって感じの人でした。そんな体験が何度かあります。私が本気で不思議だったのはここからなんです。 この前バイト帰りに駅の近くでたまたま彼にばったり会って一緒に帰ることになりました。並んで自転車をこぎながら喋っていたのですが、彼が、食べ物は何が好きなんだっけとか、この後予定あったっけとか、知ってるはずなのになんでそんなこと聞くんだろうということばかり聞いてきたんです。 その時は別にそこまで気にしませんでした。マンションについて部屋に入ると、今日は一緒にいたいとか、触ってもいいとか、普段言わないことを言ってきます。今日はって、一緒に住んでるんだからずっと一緒じゃん、と言ったら、すごく嬉しそうでした。その後も抱きすいてきたり、キスしてきたり、 とにかくベタベタしてきます。そういう日もあるか、かわいいなと思っていたのですが、キスしたとき、なんか彼のキスと違ったんです。俺さ、彼女ってできたの初めてだからさ、と彼が言ったとき、 経験したことのないような寒気がしました。だって彼には元カノが二人いたんです。とっさに、この人は違う人だ。と思い、え、ごめん、私、彼氏いるから。と言ってしまいました。すると彼は、ああ、そっか、ダメかー。 と言いながら、自分の部屋に入っていきました。その時ただいまーっと、彼が玄関から帰ってきたんです。びっくりしましたが、もともとその日彼はバイトで、私より帰りの遅い日でした。じゃあ、一緒に帰ってきたのは誰彼にはこのことは言っていません。 彼もどきさんも悪い人じゃなかったし、それから会うことはありませんでした。あんなに冷たい言い方せずに、友達になろうよ、くらい言えていれば、今も話せていたかもしれません。あの日一緒に帰ってきた彼もどきさんは、彼ではない別の男の人で、もうこの世にはいないけど、女の子と付き合ってみたかったんだろうな、と、 なんとなく思いました。でも、思い出してしまったんです。私、その彼もどきさんに、一緒に住んでるんだから、ずっと一緒じゃん、と言ってしまったことを、彼もどきさんが最後に彼の部屋に入っていったことを、もしかして、じっと隠れて、 私たちが別れるのを待ってるんじゃないかと、それで合点が行きました。昨日、もし結婚したらと話していたとき、彼にもらったガラスのコップがいきなり割れたんです。 北アルプスへ登山に行った時の話ふと思い出したので書き込み北アルプスへ登山へ行った時の話ですその日は友人と朝5時頃から登山を開始ガスってはいたものの時折雲間から太陽が出てくるような穏やかな天気雄大な景色を楽しみつつ 雷鳥や星ガラス、猿とすれ違いながら、会長に歩き続け、目的の山荘に到着。ただし、予定外が一つ。当初の予定よりも、2時間も早く山小屋に着いてしまった。初めてのコースだったため、ガイドブックの時間を目安にしていたが、それより3時間も早い。 山小屋で写真を撮ったり、本を読んだりして時間を潰すものの、程よい疲労感の中、いつの間にか睡眠。3時間ほど寝て夕食。また本を読みながら、確か21時になって消灯時間になった。正直言って眠くなかったが、寝ないと明日の重曹に影響が出るため、頑張って睡眠。 しかし眠りが浅く、午前一時頃完全に目が覚める。しばらくゴロゴロして過ごすが全く眠れず、そういえば今日は新月だったことを思い出し、星を見るために山小屋の外に出る。外は一面の星空ではなく、雲間から星空が見える程度。さらに気温も低くすぐ戻りたくなったが、 スマホのアプリを使って夏の大三角やシリウスを探しているうちに寒さを忘れて天体観測を楽しんだ見上げすぎて首が痛くなった頃ふと周りを見るといつの間にか山荘から少し離れた場所まで来ていたことに気づく自分の周りは足元があまり見えないほど真っ黒で 宇宙空間に投げ出された宇宙飛行士のイメージが頭をよぎる。さっきまで楽しかった場所が急に暗くなり、足場に気をつけながら山小屋へ戻ることにする。戻る途中トイレによる。山小屋とは離れた場所にある。トイレの入り口の集金ボックスは手持ちがなかったため無視。 狙いはショーだったが、なんとなく便座の方へ。豆電球に照らされる個室の中でぼんやりとスマホを眺めながら、この後どうやれば眠たくなるか考えていると、建物入り口のドアが開いた。トイレは男女共用なので、入ってきたのが女性だったらと少しドキドキしたが、入ってきた気配は、 トイレの廊下を何回も行ったり来たり、これは変だなと気づいた。なんとなくここにいることがバレてはいけないと思い、やり過ごすために息を潜める。気配は相変わらずうろすいてる。隣の個室に入ったり出たり、廊下を行ったり来たりしている。この時自分は、熊がトイレに入ってきたと思っていた。 気配がトイレから出ていくのを感じたが、油断せずに息を潜める。しばらく待って気配が消えたことを確認し、大きく息をつく。寒いはずなのに、背中に大量の汗が出ていることに気づく。このちょっと気を緩めた瞬間だった。個室の窓、自分の後ろから、 <laughs> と獣のような声が聞こえた体が一気に凍りつく感じがした先に言っておくと窓の外は段差になっており6メートル以上の高さがあるなのにさっき消えたはずの気配がすぐ真後ろにおり体が言うことを聞かない これはやばいと思ったその時、熊よけの鈴をつけた登山者が近づいてきた。後ろの気配は鈴の音が聞こえた後、いつの間にか消えていた。今でも熊だったのかどうか、個室に入ってなかったらどうなっていたのか、と考え、怖くなります。基本的に幽霊は信じていませんが、 不思議な体験だったので書き込みました長文失礼しましたお静まり小6の時友人3人でスケートリンクに行った何週か滑って疲れたので サイドのベンチに座った。と、友人 A が突然、ここどこですかと聞いてきた。友人 B と私は、はさっきまでのタメ口とは違い、やたら丁寧は何言ってんだよ。ふざけんなよ。B と私は笑った。 笑いながらふと見上げた市営体育館の屋根の上に、二人の人影が私には見えた。女の子ともう少し幼い男の子、宙に浮いている。私はそれまでそんなのを見たことがなかった。気のせいと思い、見えてることは口に出さなかった。上空を見上げている私に、 弟です。A が言った。言われた私はぶっ飛んだ。私たちの中に弟がいるのはいない。心臓バクバク。こいつ、何かおかしい。A は一体どうしちゃったんだ ?B と私は顔を見合わせた。その間も A は履いているスケート靴を見て、 これ何ですかこんなので滑るんですか変わりましたね。この辺りには沼があったんですよ。向こうの方にはお墓が、などなど。ふーん、この辺は昔沼だったのか、と聞きながらも、このままではいいはずもなく、B と私は恐る恐る A に尋ねた。 あなたはどうしたら元の場所に帰ってくれますかもう少し周りを見てから。A は答えた。どうして良いのかわからず、再び氷の上を一周することにした。もともとうまくなかった A だったが、疲れた A もあまり変わらなかったような気がする。元のベンチに戻ってきて、A に、 これで帰ってくれますかと尋ねると、はい、とうなずいてくれた。が、いつまで経っても帰る様子がない。また B と私は顔を見合わせた。どうしよう。あの、なぜお帰りにならないのですか顔を見合わせた B と私は再び A に尋ねた。すると A は、 いつもの通りに返してくださいえ、いつもの通りって私たちには何のことだかわからない。そこで、いつもどのようにして帰るのですかと聞いてみた。お静まりです。はお静まりって その時の私は何かの本で読んだことがあったが深くは知らない。この時の B と私は疲れたらしいままの A を彼の親元に連れ帰るしかないと思い始め、同時に覚悟もしていた。がその前にダメ元で言ってみた。私たちはいつもの通りを知りません。 あなたが自分の力で帰ることはできないのですかドキドキしながら返事を待った。やってみます。A が言った。続けて、私は白いご飯をお腹いっぱい食べたことがありません。帰る前に、白いご飯を食べたい。B と私は A をリンク内の食堂に連れて行き、 持っているお金を出し合ってカツ丼を頼んだ。そして出来上がってきたカツ丼を A の前に差し出した。A は目を丸くして、ああ、いい匂い。白いご飯がこんなにたくさん。と、大きな声で言う。この頃の私たちは周りの視線なんて、もうどうでもよくて、ただひたすら、無事に帰ってくれ。 本当の A に戻ってくれ、の一心。私は割り箸を割って A に手渡した。A は受け取って、ご飯だけを一口食べ、美味しい。こんなに美味しいご飯を食べれるなんて。次に、卵とご飯を一緒に食べて、こんなに美味しいものを食べたことがない。 そう言った時だった。ふっと A が目を閉じた。A の周りの空気が変わったのが分かった。閉じた目が開いた。いつもの A の目だ。あれ、僕なんでカツ丼食べてるのその一言に B と私の張り詰めていた気が抜けた。 あの後 A に色々聞いてみたが、結局詳しいことはわからずじまい。私たちに質問されながら残りのカツ丼を食べていた A。他人の食べかけを食べてるようで嬉しくないと言っていた。 お地蔵様の頭じゃあ俺の怖いというより奇妙な話をとりあえず実話なんだけどオチもないしあまり怖くないのでご覚悟を今から何年前になるだろう俺がまだ田舎にいた頃の話田舎というのは本当に田舎で 山と田んぼだけで表現しきれるような田舎。ある田んぼの道の脇、そこはもう山なのだが、その山が幅5メートル、奥行き2メートルほど削られた場所があり、そこにはお地蔵様が2体あった。その山の削り方のせいで、そこは鬱蒼とした木々に囲まれた形になっており、 昼間でもあまりいい雰囲気とは言えない。天気のいい日ならばそこから二三歩離れた田んぼには火が照っているというのに、そこは陰気な感じがする。そして何が奇妙なのかといえば、そのお地蔵様は二体とも首のところで切られているのだ。首がないというわけではなく、 そこできれいに割れているのだ。石を切る道具を使ったほどではないが、余分なかけ方もなく、相当きれいな切られ方だった。なんで切られているのだろう、と思っていたのだが、ある日、暇なので友達とそのお地蔵様を見に行った。するとその友達、 ふざけてそのお地蔵様のうちの一体の頭を押して落としてしまったのだ。とすんとお地蔵様の頭が雑草の上に転がる。雑草の上に転がったにもかかわらず地面と衝突した時の音の響きが重さを感じさせ転がったお地蔵様の首は不気味だった。俺も友達も促されるがままに。 まあ、地蔵ったって二酸化ケイ素だしな。と自分を納得させて、もう一体の頭を蹴り落とした。とすん。そしてそこには、二体のお地蔵様の頭が転がっていた。さすがにその光景は不気味極まりないものだったため、俺と友人はどちらともなく帰ることにした。そして数日後、 俺は学校の帰りに友達の家に寄って遊んでしまい、帰りは通学路と違った道を通ることになった。その違った道の脇にあのお地蔵様がある。薄暗くなった夕暮れ、ただでさえ暗いその場所はほとんど見えなくなっていた。それでもそこを通るとなれば一応見てしまうだろう。 俺ももちろん例外ではなかった。ふと、お地蔵様の方を見ると、田んぼの方をじっと見ている。至って普通のことだ。が、通り過ぎる瞬間、その普通であることに違和感を覚えた。この間、普通ではない状態にしたのに、なぜ元に戻っているのか。 そう思った瞬間、結論も出せないまま、不気味さに追い立てられるように、家へとダッシュで帰った。そしてさらに数日後の昼、俺はそれを確かめるために、一人でもう一度そこへ向かった。お地蔵様は田んぼの方をじっと見ている。で、俺は何を思ったのか、再び頭を蹴り落としたのだ。 それも二体とも。それが終わると、再びものすごい罪悪感と不気味さが襲ってきた。も、も、元に、戻しとこうかな。と思ったが、怖くて体がそっちへ行かない。俺は逃げるように家へと帰った。そしてその次の日、帰りにそのお地蔵様の様子を見るために、 そこの前を通った。すると、再びそのお地蔵様の頭は、元の位置に戻っていたのだ。さすがに不気味すぎて、家へとすっ飛んで帰りましたとさ。このお話に対する書き込み。 村人が頭を戻していたと考えるのが普通かも。そうっすかね。そこはなかなか人が通らない道なんですよ。農作業の時期でなければ、三日に一回通るか通らないかくらいなんです。うーんやっぱり村人が戻したのかな。 それにしてもなんですっぱり切れてたんでしょうね。あの切れ方も不気味でなりません。<laughs> 兄との生活。私が幼い頃、母、兄、私の三人で仲良く暮らしていました。 しかし兄が14歳になる頃、母が自己死してからは親戚をたらい回しされ、私はまだ4歳でその時の記憶はほとんどないのですが、兄はかなり肩身の狭い思いをしたと言っていました。我慢ができず兄は家を飛び出し、幼い私は一人取り残されました。親戚の家では初めての女の子で、 まだ小さかったのもあり、可愛がってもらっていたのですが、それでも兄のいない寂しさは今でも覚えています。一年ほど経った頃、兄が私を迎えに来ました。住み込みで働けるところを見つけてきたのです。親戚と揉めたりもしたが、私は兄を選び、兄弟二人の貧乏生活が始まりました。と言っても、 私はことの大変さがわかっておらず、いつもわがままを言い、兄を困らせていました。小学校に上がるとき、ランドセルを譲ってくれないかと、中学生の家に行って、町中を必死に探してきてくれたのに、周りの子と比べ、新品じゃないとごねたこともありました。人形が欲しい、服が欲しいとダダをこねても、 困って笑うだけで私を叱らない優しい兄が、私が靴を万引きしたときは、すごく叱りました。一時兄と気まずいときがありましたが、事件から三日後、玄関に新しい靴が置いてあるのです。やりくりすればこれくらい買えるんだからな。と言うと、仕事へ行った兄。 こんな可愛らしい靴をどんな顔で買ったのやらと想像して笑って泣いた。それから私はわがままを言わず進んで兄の手伝いをしました。高校へ行かず働くと言った時は久々に兄と喧嘩になりましたが頑固さに負けて高校へ進学、そして卒業。生活もたまに外食するくらい余裕が出てきた頃、 残念なことに、兄が、自己死しました。散々泣いて、泣いて、なかなか立ち直れなかったのですが、素敵な男性と出会い、支えてもらい、やっと立ち直れました。その男性と結婚が決まり、結婚式前の夜、兄がやってきたのです。 お前が結婚か。と、のんびりと話し出しました。その時私は何かの催眠術にかかったように動けず喋れなかった。本当は大声で泣いて抱きつきたかったのに。あのな、今日は謝りに来たんや。お前が四つの時、一人置いていったこと。 何にも買ってやれんかったこと。他にもいっぱいあるんやけどな。お前がわがまま言わんくなったとき、俺はちょっと辛かった。高校へ行かんと言ったとき、本当はこっそり泣いてたんだぞ。不憫で自分が情けなくて。私はポロポロ涙を流しながら。なんで謝るん 私の方がいっぱい謝らなきゃいけないのに。ランドセルありがとう。制服も、学費も、靴今も大事に持ってるんよ。いっぱい迷惑かけてごめんね。心の中でそう言うと、兄に聞こえたのか、笑ってゆっくり消えていった。 その日の夜は、昔の夢を見ました。住み込みのボロアパートの前で、兄と雪だるまを作っていました。母、兄、私の三つの雪だるまを楽しそうに作っていると、この頃もう亡くなっているはずの母が現れ、兄の手を取って、じゃあ行ってくるね。外は寒いから。 おうちに入ってなさい。と、私に笑いかけました。私は何の疑いもなく、うん、と言うと、走ってアパートの階段を駆け上がりました。後ろから兄が声をかけてきました。おい、お前のこと、迷惑やなんて思ったことないぞ。あと、 先に死んですまんな。振り返った瞬間、目が覚めました。起きて号泣したせいで、顔がパンパンに腫れた花嫁になってしまって、本当は結婚式の写真は見たくないのですが、どこかに兄が写ってるのでは、と何度も写真を見たものです。 今日は結婚記念日だったので、思い出してみました。長文多分にお付き合いいただき、ありがとうございました。とうらし。幼い頃の不思議な話。 今から二十年ほど前、当時二三歳だった私は、父、母と三人でマンションに住んでいました。何でもない穏やかな午後のある一時、家には私と母がおり、母は家事をしています。もしくはリビングでくつろいでいたのかもしれません。とにかくいつも通り過ごしているそんな母のもとへ、 別室で遊んでいた私が突然廊下を大慌てで走ってきたそうです。つくやいや母に飛びつき、トーラが来た、と言って、怯え出す私。わけのわからない状況に困惑した母が、急にどうしたんと聞いてみるも、トーラが来た、トーラが来た、 と言い、廊下の向こうにある玄関の方を指さしながら、必死に隠れようとするばかりです。驚いた母が、唐ラシってなんやの虎みたいなもんかどんな形してんのと問いかけてみるも、違う、唐ラシの一点張り、来た、来た、と、 まるで何かが刻コ々クコクと近づいてくるかのように、母の背中に必死にすがるばかりでした。おそらく徐々にその恐慌状態は収まったんだと思います。どうにか私を落ち着かせた後、唐らしという謎の言葉について聞いてみるのですが、全く正体はわかりません。虎でもなく、牛でもなく、 東浦市が来たのだそうです。私自身おぼろげながら何かに怯えていた記憶があるだけではっきり覚えていませんがこの唐螺詩はそれからもたびたび来たようで家にいる時や車に乗っている時でも突然唐螺詩と言って怯え出すことがしばらくの間起こりました。 成長するにつれて、いつの間にかその遠らし現象は何事もなかったかのように収まったようで、こんなことがあってびっくりしたわという昔話として、家族の間では有名な話となりました。私自身も、まあ、想像や空想が好きだったから、子供特有のいきなり怖くなるあれだろうと考えており、 よく聞かされて育ったため、特に怖いという感覚もなく、トーラ氏は唐ラ詩として、私たち家族の中でだけ概念を持った言葉、話として存在していました。そして先日、友人たちと怖い話をしようという流れになり、何かないのと聞かれた私は、 怖いってのもちょっと違うけど、不思議な話ということで、この話をしてみました。万丈一致の、へえ、不思議。の後、友人が、ググってみたらと提案。その発想はなかったわってことで、早速検索してみました。すると、あるにはあったのですが、 東南アジアに自生するハーブの名前らしく特に意味はなさそうでした。まあ、ハーブってことで象徴的といえば象徴的かもなーなどと話しながらページを進めると一つだけ違う意味の言葉がそれは沖縄の宮古島の方言で殺してやれ というものでした。この時の私の心境といったら、何とも言えません。恐怖というよりは驚愕、衝撃といった感覚がすごい熱量を持って全身を襲いました。というのも、私の父方の家系は沖縄のものなのです。言うなれば私は、 沖縄人のハーフなわけなんですが、自分はおろか父親たちでさえ沖縄にはほとんど行ったことがなく、ずっと関西で育ちました。エセハーフです。ましてや宮古島弁なんて全く聞いたこともありません。もちろん父親も東螺詩なんて聞いたこともありませんでした。まあ、 殺してやれというのも、相手を呪う言葉というよりは、芝居イタぞ的な乱暴な言葉らしいのですが、全く記憶になく、自分も含め誰も知らないはずの宮古島弁を幼い自分が口走っていたのだと思うと、とても不思議な感じがします。自分の血に眠る潜在的な記憶、 といえば大げさですが、農耕民族の血、アジアの地、日本人の血、そして沖縄の地、脈々と続く地、血縁って何かあるんだろうなと感じています。沖縄住んでみたいな、何か感じるところがあったりするんだろうか。まっ、 偶然といえば偶然なんですがなんだか不思議な体験でした幽霊を殴ったダチの話殴れる幽霊ってのがみんな自分の状態に気づいてないかどうかは知らんが 幽霊を殴ったダチの話は聞いたことあるぞ。そのダチは霊感の強い奴らしいんだが、見た目は単なるヤサ男。霊感もなければ幽霊を見たことなんか一度もない俺にしてみれば、いつもヤスの言ってることが本当なのかどうか判断のしようがない。 正直俺はあまりそういうことは信じない口だったりもするから、奴の言うことはいちいちうさんくさいとか思ってる。そんな俺でも、期待半分で肝試しってやつをやってみたことがある。とある心霊スポットに行ってみようとかいう話が持ち上がったのは、俺たちがまだ学生だった頃、 まだ就職活動も真面目にやってないような遊びたい盛りの典型的バカ学生だったと思ってくれ当然こういう企画にあいつは欠かせないだろうということで普段のダチに声をかけたのだが行かないという車も持っててバイトは日雇いで暇を持て余してるくせに講義はサボりがちな不真面目学生 そんな奴がカくなに、俺は行かないと言い張るので、妙だなと思いつつ、仲間五人連れ立って車で行ってみた。結果から言えば、俺たちは幽霊は愚か、何ら怪現象になど遭遇などしなかったし、事故もなく無事に帰ってこれた。ハプニングといえば、途中で道を間違えて、 寂れた集落に入り込んでしまったことと、道端から飛び出してきたノウサギを跳ねそうになったこと、それから、車を止めて休憩している時に、イノシシの親子に遭遇したぐらいの微笑ましいものだった。俺たちは、ああ楽しかった、ぐらいの気持ちでその日は解散した。 異変と呼べるのかどうかは知らないが、ただの肝試しで済まなかったことが分かったのは、翌日になってからだった。翌日、講義に出席した俺の前に、普段の友人、肝試しに参加しなかった、自称霊感のある友人が、酒を切らしたアルチューオヤジのごとき不機嫌な顔で現れた。聞けば、 肝試し終了後に俺を駅で降ろした後、残りの四人はその足で、友人の家に押しかけたんだそうだ。せっかく訪ねてきたのだからと家にあげて、まあ馬鹿騒ぎをして、家の人に迷惑かけたらしいんだが、どうも俺に向ける仏頂面の理由はそれだけじゃないらしい。というか、 俺は別に家へ押しかけて飲み騒いだりしてないんだから、愚痴は言われても睨めつけられる言われはない。なんか嫌なことでもあったんか俺が聞くと、奴は少し熊のある目をぎょろりと俺に向けて、お前のせいや、と一言、吐き捨てるように言った。俺が戸惑っていると、奴は、 ああ、もう、しょうがねえな、と言った風でため息をついて、俺に向き直り、お前らが連れてきたんや、と言った。昨夜、俺たちが心霊スポットを去った後、実は、俺たちの乗った車に一人、余分についてきた奴がいたらしい。そいつは仲間と別れた後も車に残り、 そのまま友人の家までついて行ってしまったんだそうだ。霊感があるという友人も最初はそれに気づかなかった。気づいたのは夜中に金縛りにあった時のことだという。いつも大なり小なり金縛りの類には頻繁に会うという友人だが、この日の金縛りは少し様子が違っていた。 いきなり幽霊が上にのしかかってきたかと思うと何事か聞き取れない恨み事をつぶやきながらそのまま首を絞めてきたという幽霊には慣れているという友人もこれには腰を抜かしたのかと思いきやその時友人は猛烈に腹が立ったのだという幽霊相手にそれも 明らかに自分に対し悪意を持って、アマツさえ危害を加えようとする、この世のものではない存在に対して、奴は、怖いと思うより先に、腹が立った、のだという。この辺が凡人の俺なんかにはわからないところだが、とにかく奴は、その時、目の前の幽霊に対してものすごく腹を立てた。 怒った、そして、ぶん殴った。殴ったああ、殴った。ってかお前、幽霊をああ。悲しわりはなもん、気合でどうにかなる。はあ。 この辺からがもう俺には信じられないというか、ある意味階段ですらないというか、ヤセは不真面目で武将者で、おまけに不健康なヤサ男なんだが、実は趣味で空手をたしなむという、よくわからない部分でナイスイだったりもする。そんなヤツが聖剣好きを見舞った相手は幽霊でしたというわけだ。信じる方がどうかしている。 が、目の前の不健康なやさ男は、似合わないことに真面目な、至極真面目な顔つきで、俺に恨み事を続ける。殴った相手、まあ幽霊さんなんだが、これがまた殴られて怒った。俺は思わず、そりゃそうだろう。と、愛の手を入れてしまったが、よくよく考えてみれば、 縁もゆかりもない見ず知らずの青年の寝床に侵入して、わけのわからない寝言をほざきながら首を絞める奴の方が、相当なドキュンであることは間違いない。聖者であれば問答無用でご用だ。しかしてそのドキュン幽霊は、ここで見事な逆切れを見せてくれる。その幽霊は、鉄拳を喰らうや否や、 怒りをあらわにこう言い放ったという「貴様このままでは済まさんぞ」うわあベタなこと言ってくれるだろういやネタだろういやそれが本当にこう言ったんだって お前はどこの大根役者かと、小一時間問い詰めたくなるくらいベタな反応をしてくれる幽霊。しかし実際の現場は緊迫していた。なんせ相手は幽霊で、しかも何やら言っちまってる勢いで自分を考察しようとしている。とても吉本のノリで突っ込む余裕はなかったらしい。俺にはそうも思えないが、ともあれ、 このドキュン幽霊の言い草にまたまたカチンと来たやつはさらにもう一発殴った。くどいようだが殴った相手は幽霊である。しかも今度は念入りに狙いを定めて渾身の一発を見舞った。そうすると誤って来たんだよ。はいやだから。 二発目殴った後で幽霊が「幽れがああごめんなさい」ってはあ、このままではすまさんぞうるせばかごめんなさい流れとしてはこんな感じらしい そして幽霊は静かに消え去っていったのだという。その後奴は再び幽霊に襲われるようなこともなく、身に異変が起こることもない日々を送っているのだが、俺はやっぱり今でも奴の言うことを素直に真に受けることはできないでいるのである。 幽霊はデジタル化されるのか頭ぼーっとしながらでよければ聞いてくれ。ただし、聞いた後で何か起こったとしても、責任は取れないので勘弁。俺の地元は宮城の仙台なんだが、大学4年の頃に、友達と面白半分で、幽霊はデジタル化されるのか という実験がしたくて、地元で有名な八木山橋にビデオ撮影に来た。八木山橋についてはググってくれればわかると思うので、軽く説明させてもらうと、昔は吊り橋で自殺の名所だった。吊り橋じゃなくなっても自殺者が後を絶たなかったので柵を作った。 橋の下は竜の口という谷になっており、10年ほど前に閉鎖。興味がある人はググってくれ。ビデオを撮影した時期はちょうど今頃、時間は午前1時を過ぎてた頃だったと思う。友人の車で八木山橋に向かい、橋から少し離れたところに停車して、歩いて橋に向かった。 当日は天気が良く、星が綺麗に見えてたのを覚えている。橋について車が来ないタイミングを見計らって撮影を開始、友人はフェンスを背にして、仙台の夜景をバックにポーズをとってた。俺はビデオを三脚に固定し、十分ほど撮影してたが、途中で飽きてタバコを吹かしてた。さらに暇になったので、 カメラ固定で録画ボタンを押してるまま、俺も友人の隣に行って一緒にタバコを吹かしたり、ふざけ合っていた。30分ほどしたら二人とも飽きてしまったので、停止ボタンを押してビデオを止め、友人のアパートへと帰った。この帰る時点での時間は午前1時35分くらいだったと思う。 友人宅に戻り、早速上映会開始。案の定画面には、友人がアホなことをしてる姿が映ってた。撮影してヤジを飛ばしてる俺の声ももちろん入ってる。10分ほど経過して、飽きた俺が友人と二人で映ってる場面になった。この直後、画面右に白いものが映ってた。 背景が夜景だけに光の加減で映ったのであろうと最初は思ったが動きがどうもおかしい。よく見ると何か布のように見える。その布はだんだんと左に寄っていきその全貌が見えてきた。白いスカートだった。だんだん左に行くにつれて全貌が見えてきた。 白いワンピースを着た女性が画面の中に入ってきた。入ってきた位置からして、カメラと俺たちの間くらい。もちろんであるが当時の俺たちはそんなのを見なかった。女性はうつむき加減で画面に降り、白いワンピースに裸足、長い黒髪だった。カメラに背を向け、 俺と友人の間をすり抜けると、フェンスの手前まで歩いてきた。そしてそのまま、フェンスを登り始めた。フェンスの上部は、ネズミ返しのような構造になっており、さらに鉄条網があって、普通には越えられないようになっているが、それがないかのようによじ登っていく。そしてそのまま、 橋の下に落下。画面を見てる俺と友人は呆然。その時には何が起きたのかわからなかった。画面では俺と友人がアホなことをして、見てる俺たちは凍りついていた。女性が落ちた十数秒後、また女性が画面右から現れた。最初と違う点は以下の通り、 ワンピースが血まみれ、髪の毛がボサボサ、皮膚のところどころが裂けてるアンド腫れ上がってる。たぶん内臓を引きずってた。表情は相変わらずわからない。間違いなく落ちたとわかるような姿で再び現れ、またもや俺と友人の間をすり抜けてフェンスによじ登り、 そのまま落ちていった。そしてまた画面右から現れ、と、どんどん悲惨な状態になって、現れては落ちての繰り返し映像になった。友人にかぶってた。正確には俺と友達の間ね。何度落ちただろうか。白かったワンピースは赤茶色に染まり、 見るも無残に破れていた。左足も折れてたような気がする。今まで見たどんなグロ画像よりもグロいのが画面に映ってた。また落ちるのかと思ったら、フェンスを登る直前に動きが止まり、画面を振り向いてきた。その時に初めて顔を見たのだが、両目がなかった。正しくは、 両目がある場所が空洞になっていた感じかな。そしてそのまま画面に向かって歩いてきた。カメラは人の胸の高さ150センチくらいに固定してたので、女性が近づくと画面いっぱいに女性の服が映った。映った部位はちょうど父からサコスらへん。 この部分も血まみれ変色してグロかった。女性が画面に近づいたと思ったらカメラのアングルがスーッと上に上がった。感覚としてはカメラを持ち上げた感じ。そしてそのまま女性の顔のドアップが画面いっぱいに。女性は何かブツブツ呟いていたが よく聞き取れなかった。口がボソボソと動いて、間違いなく何か喋っていた。そしてそこで撮影が切れたようで、砂嵐になった。当時は帰るまできちんと撮影状態にあったので、なぜ勝手に撮影が終わってるのか、なぜ砂嵐になってるのか、見当もつかなかった。 この映像を見た後、二人でしばらく凍ってたが、とりあえず寝て、明日教授に見せようと結論を出したところで、お互い寝た。友人は二階の寝室へ、俺は布団プラスタオルケットで寝た。精神的に疲れてたせいか、すぐに眠れたと思う。ふと目が覚め。 首を動かして時計を見たら、4時ちょっと前だった。俺は寝るときに横を向いて寝る癖があるのだが、そのときに人生で初めて、金縛りにあった。首を動かして時間を確認し、また元の位置に戻したときに金縛りにあった。目の前には、足が見えた。 目しか動かせない状態で視線を上に向けると、白いひらひらしたのが見えた。ああ、ビデオに映ってた女性か。俺は冷静にそんなことを思ってしまったのを覚えている。目は閉じようと思っても閉じられなかった。ただ、まばたきだけはできた。 スカートを確認し、視線を目の前の足に戻したところで、女性の足を血がつつーっと流れ落ちてくるのが見えた。布団はみるみる染まっていき、だんだんと染みが広がっていく様子がわかった。横を向いてる俺の耳から頬にかけても、血が垂れてきてた。血とわかった理由は、 明らかにぬるっとしていて生暖かかったからだ。それがポツポツと垂れてくるのがわかる。もうガクガクブルブルしてしまいパニック状態だった。もう帰ってくれ、と思ったときに、目の前にビデオでアップになった女の顔が現れた。正確には、 俺の枕元に立ってたが、立ちながら俺の頭を覗き込むようにして見てきた。そんな感じ。鼻と鼻がくっつきそうな距離まで近づかれて、何かをブツブツ言い始めた。この距離でいても、鼻息どころか声を出した時の息さえ感じなかった。最初は何を言ってるかわからなかったが、 徐々に聞き取れてきた。見てたよね。ずっと見てたよね。なんでなんでこの言葉を聞き取れたところで気を失ってしまったらしい。気がついたら時計を見た時から30分ほど時間が経っていた。 布団には血の跡はおろか、足跡も何も残っていなかった。恐る恐る布団を出て、友人の部屋に報告に行った。友人の部屋に入ると、友人は部屋の隅で膝を抱えてうずくまっていた。すみませんでした。すみませんでした。 こんなことを繰り返してた。友人を連れて下の部屋に降りて明るくして落ち着かせたところで話を聞いた。友人は寝るときには仰向けになって寝る癖があるらしく、当時も仰向けで胸元までタオルケットをかけて寝ていたそうだ。ふと夜中に目が覚めたら金縛りにやってたらしい。動けない、と。 思っときに、両足を誰かにつかまれたそうだ。その手は血のようなものでぬめってたらしく、非常に気持ちが悪かったと言ってた。そのつかんでる手が、どんどん上に上がってきたそうだ。足首、もも、腰、胸元と、どんどん布団の中から這い上がってくる感じ。 視線を胸元に移したら、何かがこっちを凝視してたそうだ。それで怖くなり、目を閉じたらしい。その直後に、ガバッと一気に這い上がってきて、顔を突き合わせるような感じになったらしい。正確には見たわけじゃないが、そういう気配がしたそうだ。 びっくりして目を開けると、目の前にビデオに映ってた女性がいた。俺の時と同じように何かブツブツと喋っていたらしいが、友人には聞き取れなかったらしい。友人の記憶はそこでぷっつりと途切れて、俺が部屋に来た時になぜ部屋の隅にいたのかさえ覚えていなかった。 その日のうちに大学の教授にビデオを送り、この体験を話した後で、自己責任で見てくださいと付け加えた。数日後に教授から電話があり、お前たちだけしか映ってないぞと言われた。夜中にも変なことは起きなかったようで、俺と友人の話は鼻で笑われた。 それ以来このビデオは誰にも見せておらず、友人が今も保管している。俺も友人もその日以来その女性の霊にはあってないし、変な体験もない。その日以来霊感が少しばかり強くなった気がするけど。以上が、俺が昔体験したイヤバスな出来事。